不安寝会、ババウタは、北マリアナ諸島、サイパン島出身の政治家、第6代北マリアナ諸島知事。1953年9月7日、ババウタは、北マリアナ諸島サイパンのタナパグ区地区で、9人兄弟の長男として生まれた。サイパンの小学校を卒業後、アメリカ合衆国、バーモント州のエノスバーグホールズの落農場に、ホームステイをしながら、 エノスバーグホールズ高校に通った。1976年、イースタンニューメキシコ大学で、アメリカ史及び政治学の学士号、政治学の修士号を取得、1977年の4月から8月まで、サイパン島を拠点とする太平洋諸島新宅党治療の健康プランナーとして勤務した。1979年に、 新シシティ大学で健康計画の修士号を取得後、同年5月から1986年に1月まで、北マリアナ諸島健康計画開発庁の事務局長を務めた。ババウタは1985年11月、サイパンと北マリアナ諸島の市町村を含む第3区から北マリアナ諸島上院選挙に出馬、当選した。 1986年1月から1988年1月まで上院の議長を務め、財政問題委員会、保健、教育、福祉委員会などの委員長を歴任した。1989年、第3代北マリアナ諸島住民代表に選出され、3期4年の間代表を務めた。2001年11月の北マリアナ諸島知事選挙では、 副知事候補のディエゴ・ティ・ベナベンテと共に出馬。制約党候補のベニグノフィティアル、民主党候補のヘッス・シー・ボルハ、前知事で改革党候補のフロイランテの利用を破り、当時としては、最多得票となる5,512票を獲得して、当選した。2005年、ベナベンテと共に、北マリアナ諸島知事選挙で2期目の当選を目指したが、制約党候補のベニグノフィティアルと部所属の、 ハインツ・ホフ・シュナイダーに次ぐ3位となり、共和党史上最悪の敗北を記録した。その後、2009年にも、知事選挙への出馬を、目差し、カルビン・エス・デレオン・ゲレーロと共に、共和党候補の予備選に出馬したが、前回部所属から出馬したホフ・シュナイダーに敗れた。2007年から2009年まで、ホームランドマガジンの出版社で働いていた。2010年、ババウタは、 共和党員として、北マリアーナ諸島のアメリカ合衆国会院大議員に、立候補し、現職のグレゴリオ・サブラン、聖役党のジョセフ・カマーチョ、民主党のイエス・ボルハと一議席を争った。結果、現職のサブランが2期目の当選を果たし、ババウタは3位に沈んだ。2014年、無所属として、再び知事選に出馬。カジノやギャンブルの誘致を主張し、 共和党が予備選を行わなかったことを批判した。結果は現職で共和党候補のエロイーノスに敗れ落選。2018年にも再び無所属から知事選に出馬したが共和党現職ラルフトーレスに敗れている。ありがとうございます。